これがキンポップですよ。かっこ興奮気味。はい、どうも俺です。ということで今回もガンプラ超適当レビューということで、今回は MG ストライクルージュ大取り装備だっけな、バージョンリマスターだかなんだかでございますね。はい、でまあこれをね超適当にレビューしようかなと思ったんだけど、まあどうせ誰も見ねえだろうっていうことで、またレビューなんかしねえぞってことで、何の話をしようかなってまた決めてないんだけどね、一発勝負ってことで、まあ決め、まあちょっとは決めてたけど、まあオリンピックパラリンピックのお話ということでいいですかね。はい、まあというわけで今まあもう開催する方向に進んでるんですかね、まあ、よく分かってねえんだけど、まあよく分かってないままあんまり喋るのもよくないんだけど、まあ多分この前行くと開催なんでしょうね。菅さん安心安全国民の命なんちらかんちゃら一生懸命言ってるけど、まあまだまだね、まあ、世界的パンデミックでまだまだコロナね、マスクしないで外に出かけるなんてことはありえない状態でね、まあやんのかなって感じで、でなんか観客1万人限定だからで入れるみてえだけど、でそっからまた何だったっけ、あ忘れちゃったあまあいいや、まあなんか専門家の人がね、人はなんか無観客試合が望ましいって言ってるらしいんだけど、まあどうなっちゃうんだかね、無観客でやるのか1万人入れるのか、まあよくわかんねえけどどうなんすかね。まあ無観客が望ましいとは俺も思うけどね、思うけどどうだろうね、どうなんすかね、まあ難しいあれなんだろうけど。はい、でなんだっけな、そう、まあ菅さんもね、まあ、菅さんにしても東京の小池さんにしても、まあ都道府県の知事とか、まあ難しいね、あのなんだか緊急事態宣言出したり引っ込めたりして、なんかね意味あんのかみたいなね、出したり引っ込めたりして意味あんのかって、結構そういうねツイート、ツイッターでよく見かけるんだけど、まああれもね小池さんからしたら、じゃあお前がやってみろよって言いたくなっちゃうと思うんだよね。まあ、小池さんとか、まあそっちの立場の人から言うと、なんか簡単に出して簡単に引っ込めてるみてえに感じるかもしんないけど、やっぱ相当議論してると思うんだよね。やっぱり専門家とか集めていろいろ、菅さん小池さん大阪の吉村だったっけ、まあいつとかも、まあ難しいとこだと思うんだけど、じゃあお前だったらどうすんだって、お前やってみろよって多分言いてえと思うんだよね。やっぱ出すしかねえんかなって俺なんか思っちゃうんだけど、まあね、まああっちの立てるつもりはねえけど、まあ難しいと思うんだよね、なかなかね。で出したところで別に関係ねえってやってるやつはやってるし、東京の方じゃな、路上で飲んでるだなんだバカみたいなやつがいっぱいいるしね。まあ結局は、まあ出ようが出まいが、まあ俺らの心一つっていうか、バカなやつがいる、いちゃいつまで経ってもコロナなんか収まんねえと思うし、非常にね難しいところだと思うんだけど、はい、まあそんな感じで、俺はいつガンダムベースに行けるんだっていう
とこだよね結局は。ガンダムベース寄ってでそっから秋葉行ってでそっから池袋行ってっていうこの一連の流れ、俺はいつできるんだっていうとこだよな。保険線行ってまずは池袋か、池袋が近いから池袋のポケ線行ってでそっから秋葉か、秋葉も近いからまあ東京はねまあちっちゃいからあれだけど池袋行って秋葉行ってでそっからガンダムベースっていうこの流れない規定な、前島亜美のライブ行ってからもう東京なんか行ってねえからとにかくガンダムベースに来てえな俺な、あそこ一日いられっと思うんだよ俺な。だけどこの状況下で行けるわけねえし、ほんと生きてんだよな、まあ、金使わなくていいっちゃいいんだけど行かなきゃいかないでね。はい、まあ話が全然変わっちゃったけどまあそんな感じで、うん、ね、東京オリンピックパラリンピックどうなるんだっていう、観客入れてやっちゃうとなんか2週間後4週間後にウイルスがなんか世界中に広がっちゃうみたいな試算も出てるらしいんだよね。で拡散イベントになっちゃうんじゃねえかみたいなことも専門家なんか今日ツイッター見たらそんなようなあれがあって、はい、まあどうなっちゃうんすかね。はい、東京なんかもう歩ってでも行けるほど近いから本当は行きたいんだけどね、まあ行けねえけどね。はい、皆さんはどう思いますかね、この東京オリンピック開催していいのかしないべきなのかどうですかね。まあ開催しない方がいいと思ってる人がほとんどだとは思うんだけど、この状況だからね。はい、ってな感じですかね。まあ全然話なんか変な話になっちゃったけど、まあ最近ねやっぱさ、最近っていうかよくね、まあ SNS だったり、まあ最近じゃねえけど、はい、皆さんどう思いますかね。というわけでそろそろ終わりますかね。はい、ごめんなさい、イケボー何にも縛りプレイしないでこんな話になっちゃったけど、まあとにかく早くねこのクソったれコロナが収束してマスクしないで外ね歩けるように、俺がガンダムベース秋葉ポケモンセンター行けるようになってくれといいんだけどね。はい、というわけでまだまだコロナ収まっていないので皆さん、コロナにかかんないように気をつけてくださいね。はい、やっぱかかって人にうつしちまうっていうのが一番怖いよね。うつしちゃうのは非常に怖い。自分一人でなんのはいいけどね、移しちゃうのはちょっと恐ろしいよね。はい、というわけでまだ終わんねえのかな、長いな、もうねえんだけど話すこと。はい、まあ今週からガンプラは3週連続でこのピンクの機体ですね、今日はストライクルージュでまあこれもピンクで、で次のガンプラ超適当レビューもピンクで、その次もピンクの機体になりますね。はい、でこのね台座ちょっと付属の台座なんだけどちょっと不安定ですね、前に倒れちゃいそうになる、だから飾っときゃね気をつけた方がいいね、地震なんか来たら多分これ倒れんね、この状態とかで飾るとちょっと不安定ですね、前に倒れそうになっちゃいます。はい、はい、でこのね大取り装備がちょっと作るの超めんどくさくて、何気にシールもいっぱいあって、大変ですね、心折れそうになりますね、シール特に結構何気に多くて。はい、
でもすごくかっこいい。まあ俺なんかピンク好きだからね、この機体は非常にかっこいいですね。はい、ってな感じでございます。まだやんの？長いな。10分ぐらいなんだよなこの動画な。はい、ってな感じで、まあ無事にね、まあ開催するなら無事に、誰もコロナかかんないでね、世界中に拡散しないで終わってくれればそれはそれでいいんだけどね。はい、というわけでどうもオレでした。またねー。